な感じで、おそれはバンパイアあって感じでね、牙もつけてます、目目も、あおしゃれ、おしゃれ、ただすごい喋りにくい。はい、以上おとえんはバンパイアでした。これでね、ホワイトの締め、みなさんハロウィンメイクしまして、アミカがゾンビ花嫁、可愛かったの、めっちゃ可愛かった。で、MC がハーレイクがクオリティ高すぎ、すごい、いや、このみんなケツがエロい、おいというわけでね、みんな良ければね、この動画を参考にこういうメイクしてみてください。お願いします。おとはです。えんです。おとえんです。はい、今回おとえんは赤ずきんとオカミ男です。そういうことです。ちゃんとお伝えします。イメージでは、まあ、戦ってる感じだね。カリウドと、まあ、岡崎をミックスした男気があるって感じでやっております、はい、戦う女の子です。そうで、勝って、まあ、鎖と、はい、あのね、こういうリードで繋いでるっていう感じの設定になっております。めちゃめちゃ動きやすいんですけどね。わー、今までね、あの、はい、タロー、アマリザで、MC、若葉と続き私たちですよ。で、次はなんと我らのね、もう代表的なペアといったら、はい、そうですね、コタアミです。コタアミの番なんです。さあ、よければね、次明日ですね、明日投稿になりますので、よければ見てください。バイバーイ。バイバーイ。いや、ディンフォーエイトロー、どうも、闇を抱えてそうなネプラメガネ、エンです。はい、というわけで完成です。はい、おいしょ。いつものキャラとは真逆っていう感じでね、うん、まあ、MC は王子様系そのまんまな気がする。二次元感すごい。二次元感すごい。あ、何かさん、あの、エンジェルポイズンやりたいですか？あ、やりたい。了解です。お、初エンジェルポイズンですか？初エンジェルポイズン。お、初エンジェルポイズン。エンジェルポイズン、バーだけです。そう。あの、3人の特有のあれです。はい。じゃあいきます。エンジェルポイズン、バーン。はい、これです。アミカと私がドハマりしてるやつ。なるほど。なんか私はとりあえずネクラでメガネで闇に闇を抱えてる系男子で、アミカとりあえずな、ドラマルーキーで、もうドラマに出たくて仕方がない男子高校生。お、はい。でおとちゃん、見た目ヤンキーやけど、やけど小動物が大好きで、最近初恋というものを覚えて、かわいい、ヤンキーになりきれないヤンキー。ヤンキーになりきれないヤンキー。いや、なんか皆さんのリクエストでこうなりました。3人一致で王子様をやってくれっていうのでこうなりました。はい、絶対似合うね、二次元です。こっちだけリアリティあるよね。いや、あなたもリアリティ十分。あ、本当にある。二次元に、二次元にそういてほしい。はい、というわけでね、音はなんと立つでしたね。そうですね、いつも女子ここ3人だけでやってたんですけど、うん、今回も音波の得意分野のダンスをやったんで、今回ダンスをやったね。やる気出た。はい、よかったです。というわけでね、なんかいろいろ企画っていうか、まだ、あ、やったかな。まあ、じゃあいつもと喋り方違う。こうなったらこうなっちゃうね、私。わかるわかる。というわけでね、次はまた音波参戦するか知らないんですけど、お、怖いね。お、じゃあ次に行こうか。すごいか。行こうぜ。早く行こう。次の動画まで、バイバーイ。バイバーイ。またねー。アディダス。ピヨ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 だよ。あは。